します。学生時代は体育会系、現在は身も心も脂肪にまみれております、キャプテンサトシと申します。よろしくお願いします。ラグビーネーションズ19、今日もやっていきたいと思うんですが、前回の動画でワールドカップモードですね、1試合やったんですが、あれからやりまくりまして、現在5連覇しまして、ワールドカップこれ6連覇目、決勝まで進んだんですが、日本ですね、今まではニュージーランドとか南アフリカとかアイルランドとかオーストラリアとかで優勝してきたんですけど、今回日本で決勝まで来ることができたので、日本対ニュージーランドの決勝戦をお見せしたいなと思います。チーム全体の強さを表すパラメーター、日本は83でニュージーランドは93、その差10、結構ありますね。スターティングメンバーなんですが、今度、選手のレアリティについては細かく説明したいなと思うんですけど、左下、M リーチ、マイケルリーチですね、この人が紫で、あとが金色になってます。バックスもそうですね、含めてリーチだけ紫なんですけど、最高レアリティですね、これが。あとは、次のレアリティのゴールドで、まあ、このゲーム制作中、おそらくまだワールドカップね、全然始まる前からだったと思うんで、若干選手が違ったりします。例えば7番のフランカー、布巻ですね、直前に代表落ちてしまったフランカーの選手です。あとは誰だっけ、フォワードはそんなもんすかね。まあ坂手がフッカーなんですけど、これベンチ見ても堀江がいないんですよ。代わりにフッカー堀越かな。あとはまあ姫野がロックに入ってたりしますね。顔が全然似てないのはしょうがない。多分ね、僕の予想なんですけど、ライセンス取ってないから回避できる理由として、まず顔が似てないのと、みんなイニシャルなんですよね。 K 姫野とか M リーチとかね。あとはまあ稲垣とかがいますね、ジオンで。バックス見てみると、9番スクラムハーフは重野がスタメンになってます。今回ワールドカップ出場はなかったですけど、メンバーには入ってましたね。あと10番スタンドオフは松田です。一応田村もね、ベンチのここにいるんですけど、レアリティが1個下がってシルバーになってますね。あと中村、ラファエレ、福岡は入ってるんですけど、ヘンリー・ジェイミーが入ってますね。ちょっとね、顔似てないとか、名前がフルネームじゃないっていうのはいいんですよ、まあ、そのライセンスの回避みたいな問題なのかもしれないですけど、福岡ね、見てください、パラメータ、タックル、テクニック、スタミナ、スピード、パワー、キックってあるんですけど、なんとスピードよりパワーが上です、パワータイプのウィングとして爆弾してますね、福岡さん、ケビン、福岡さんとかなんですかね。このチームでじゃあ決勝やっていきたいと思います。体重はフォワードの体重はこっちの方が上なんですね。やっていきましょう。さあ始まりました、決勝戦です。本対ニュージーランド。ちなみにこのワールドカップモードで勝つとですね、ご褒美としてパックが引けるんですけど、そのスペシャルなパックで、選手がもらえますね。でその時に使ったチームの、代表チームから1人もらえるんですけど、それ必ずしも使った選手とかスタメンの中からとかじゃないんですよ。なんか知らない、よく分かんない選手とかが、とにかく国籍がね、今回だったら日本で勝ったら日本の選手が1人もらえるっぽいんでね。今まで僕もちょっとこれ6回目で5回5人もらってきて、知ってる選手は1人でしたね。どこまでのレアリティの選手がもらえるのかわかんないですけど、とりあえず最高で僕は今までゴールドの選手取ってます。いきます。はい、キックオフは深く蹴ります。ドロップゴールがね、めちゃくちゃ高いから、まあ、味方もすぐいけると。で深い位置で、ちょっと深い位置でディフェンスができるはずだったけど、強いですね。
タックルはなんか2種類あるんですけど、ダイブとスタンドの2種類。基本的に僕はダイブ使ってます。このダイブ使った方がターンオーバーできる確率が上がるんですけど、これ僕の体感ですね。ただハイタックルになっちゃうペナルティ取られる確率も上がってるように感じますね。ちょ、塩もまずい。キョキョキョ、余ってんじゃない？余ってんじゃない？あー、し、しげの、しげのがね、福岡いうスピードがあるんですよ。実際、スクラムハーフとしての身体能力だけだったらしげのは高いですからね。話して話して、もう一個。稲垣、稲垣独走。取られたな。ちょ、いやー、これはダメかな。見つけませんね。福岡でも福岡パワータイプになってるんで、ね、ラウマペだ。ラウマペも今回ワールドカップ出ませんでしたね。期待の超新星みたいな単管センターって言われてたんですけど、ラウマペはこのゲームではもう最高パラメータの一人です。今度ね、最強選手紹介でもしようかなと思います。ボーデンはこの位置は外さないでしょう。さあ先制されました。30分、最悪ね、どっかでドロップゴールとか狙いそうだったら3点だけ取って後半を迎えるっていうのはありですね。姫野タックル、ちょっと強いな、やっぱ一人目でなかなか倒せない。で早い、オールブラックス早い。ちょ、あ、早い。いやー、もうプレー切りたい切りたい。あー、切ってくれた。これね、バグなんですよ。相手がね、どんなチャンスでも、相手がたとえ負けてたとしても、なぜかね、もう時間が過ぎると試合を終わらせに来るんですよね。助かるっちゃ助かるんですけど、リアルじゃないんでね、よく治ってほしいなと思います。まよ、マイブ、これね、発見したんですけど、これ見てください。キック間違えて押しちゃった時、よく見るとちょっとずつ動いてるんですよ、選手たち。でキックがキャンセルされると、あんまりね、相手が遠いところにいるとキャンセルも時間かかっちゃうんですけど、の巻、あー取られた。ペナルティはね、覚悟の上でダイブで、ダイブタックルで一発で倒して、取らないか。格下のチームを使ってると、どうしてもターンオーバーできる確率っていうのがね、回数がすごい減るんで、来た、マイボー、離して離して、リーチ。ほら、もうお前オフサイドだよ絶対。それ相手のね、ディフェンスラインが完全に元に戻ってから出した方がいいっすね。離して、もう一個、ボッ、次ヘンドリックス。結構攻撃は継続できてるんで、そん、ああ、もったいない。あ、迷子だ。ああ取られた。ちょっともう時間的にね、キックで3点取っても意味ないんで、ツボ、ああ、うまべやってくれるじゃない。74分46秒、
2トライ目を取られて、この角度なんですけど、このゲームね、コンピューター相手のコンピューターのキックがむちゃくちゃうまくて 100% 入るんですよ。外したの見たことないですね、僕。で14対0、これもう絶望的じゃないですか。どんどん時間過ぎていくん で80分になった瞬間相手蹴り出すんでね。ってことで、すいません、マッチ終了したいと思います。これちょっと見ててくださいね。マッチ終了すると、左上ワールドカップ決勝、ニュージーランド対日本、次またできるんですよ。これリセマラというかリセットできると。で何回でも挑戦できるんですけど、要はスタミナが減っていくんですね。これやるとスタミナ減っちゃうんですけど、まあ、ちょっと今左上僕課金しまして、300いくらだったかな、課金して24時間スタミナ無限っていうのができるんですよ。ちょっとワールドカップモードやるのにね、待ってられなかったんでこれ課金しちゃったんですけど、まあもうこれ何回でも勝つまで挑戦できますと。まあ、格下のね日本使ってるとどうしても、ウェールズ戦だったかな、ベスト4のウェールズ戦とかは僕4回ぐらいリセットしましたからね。ちょっと申し訳ありませんが、これでね勝てるまでやっていきたいと思います。ああ、そんな負けたくない。やばいよそれ。はい、ということで、あれから8試合目でございます。2トライ目を取って後半60分、まあ、コンバージョンキック勝てそうなんじゃないですか。やっと風を考慮しつつコンバージョンも決まる。14点差、残り20分を切ってます。勝ちたい。時間を使っていきましょう。行こう。まあいいでしょう。離して離して、バカ野郎。スローバー、バグかな。ちょっとね、こっちホームなんでね。いや勝てばいいんですよ、勝てばいい。これ10分、ああちょっと弱かった。難しいよね、ラインアウト、このゲーム。相当慣れないと。捕まえて、捕まえて。時間を使おう。ワントライはいいよ、取られて。捕まえて。よし、残り5分切ってる。パスミス多いっすね。ラストプレー、自滅、あざーす。はい、ということで日本ニュージーランドに勝ってワールドカップ優勝いたしました。14対0。いいね、重野と布巻がトライを取りました。松田が2本決めてます。はい、あなたの勝ち。少なキャッシュ少ないですね。許したペナルティでなんかマイナスされるんですね、ここだけ。さあ、まあ優勝したんでね、まあ、バグとかあったけど優勝できたんで、これご褒美おめでとうございます。ワールドカップで優勝すると、このちょっと文字ちっちゃいですけど、トーナメント優勝に対する商品は特別な国際カードパックです。ワールドカップパックで、これ優勝すると必ずもらえて、優勝じゃないともらえないんですけどね。途中で負けちゃうと、もう、努力が水の泡になっちゃうんでね。まあ、その優勝したチームの選手がもらえると。引いていきましょう。金欲しいね、ゴールド。ゴールドカードが欲しい。お願いします。
金。あ、中村来た、センターいいね。で、キャッシュとゴールド6枚設計図もらいました。まあちょっと他のアイテムについて設計図とかはね、今度は紹介したいと思いますが、来ましたね。これゴールド選手が引けました。トーナメント終了おめでとうございます、あなたがチャンピオンですと。やりました。ということでワールドカップ、優勝しまして、選手をゲットできたんですけど、その選手ね、どこで使えるかっていうと、真ん中、今マイナーリーグって書いてありますけど、マイクラブチームで使うことができます。さっきゲットした選手はバックスですので、ここに入ってます。今ベンチに右に最新っていう状態で入ってますね。中村亮と当たったのは嬉しいです。素直に好きなんでね。今回当たった中村はゴールドのランクだったんで、紫色 その最高レアリティがとりあえず出るまでワールドカップモード試していきたいなと思います。まあ、楽なんでね、多分ニュージーランドとかでやると思うんですけど、今後最高レアリティの選手できたらご報告できればなと思います。じゃあ本日は以上です。お疲れでした。